大正雨天帯から西雲のないエリアまで赤道儀を移動させてワンショットだけ撮影してフラットフレームとする簡易フラット補正になります。星好きの皆さんこんにちは。今日は石ずらしワンショットフラット補正ということでやっていきたいと思います。これが ISO 25,645/47枚コンポジットした日型製のメッシュ8ですね。で、こっちがフラット画像で、一途らしいフラット画像です。で、何にも星雲が映ってないんですけども、これでフラット補正をやっていきたいと思います。で、これってどこっていうと、ここなんですよね。メッシュ8、日型星雲があって、この部分を撮ってるって感じですね。この明るい星、これがこれですね。で、これがこれで、で、これがこれという感じなんですけど、1200ミリぐらいで撮ってるんですけど、望遠鏡で撮ったんですけど、ここをですね、こんなところを撮りましたと。まあ、そういうフラット補正になります。ちょっと撮影風景の方もご覧ください。また撮影場所にやってきました。もう準備してですね、撮影の準備が終わってテスト撮影みたいなことしてるんですけど、こっちは反射望遠鏡ですね。で、もう一つこっちがカメラレンズって形ですね。で、今日は別の方も撮影に来られててですね、声をかけようかなと思ったんですけど、ちょっとご夫婦で来られてたので、まあなんとなく遠慮しました。で、これサソリ座のとこですけども、登ってきましたね。ちょっと飛行機がこう飛んでますけど、まあ、こういうのが入ると画像処理で消したりコンポジットしてで消したりしますよね。まあ、結構飛行機は早い時間たくさん飛んでるんですけど、でこの辺は射手座あたりなんですけど、まだ早い時間で空が明るいからか天の川が全然見えてないですね。夜中になってくると見えるんですけど、まあたくさん飛行機がちらほら飛んでますね。夜も深まり天の川がよく見えるようになってきました。今流れ星が見えましたけど、分かりましたかね。これですね、今ちょっと超スローでこのちっちゃいやつですけどね、これは見えましたね。まあなかなか大きな流れ星はたまにしか通らないですけどね。これがですね、先ほどの反射望遠鏡に取り付けたカメラなんですけども、日型星雲ワンショット試し撮りしました。で、その上でですね、赤道儀のコントローラーを動かして、まあ、西の方にこれ今回動かしたんですけど、でここの星雲のないエリア、まあ撮影して確認するんですけど、このエリアを星雲がないのでワンショットフレームとしてですね、ここを撮影しておこうという形になります。で、今は撮影を開始しました。で、これでですね、撮影終わったんで、あとはですね、確認をしてですね、まあ、星雲がないのを確認という感じですね。で、まあ、これだけです。もうこれが終わったら赤道儀をまた撮影したい天体ですね、日型星雲に戻して、あとはいつも通り撮影していくだけという感じになります。はい、ということで画像処理の前に少しお話ししたいと思います。一ずらしワンショット画像のフラット補正なんですけど、まあこれ同じ設定で撮影してますので、同じ ISO 25,645秒のホワイトバランスも一緒で、縁も一緒で、焦点距離も一緒でみたいな形のものですね。で、そもそもですね、これ なぜこんなことしてるかっていうと、セルフグラデーションマスクフラット補正とか、ソフトビニングフラット補正とか、ああいう元画像を使った簡易フラット補正あるじゃないですか。あの時にこの星雲を消すのがちょっと面倒だったりするじゃないですか。ですんで、もともと星だけ映ってると、星消すのがすごく簡単なので、星だけならいいなというところから、ちょっと位置をずらせばいいんじゃないかという発想になった感じなんですけど、こんな感じですよね。ここを撮りたい。なので、この近く。まあ、近くだと、光害かぶりの具合も一緒じゃないですか。この上の方で撮るよりも、この近くの、まあ、ですね。まあ、目的の天体のすぐ近くで、星雲がなるべくないところですね。まあ、うっすらあっても仕方ないですけど、
なるべくないところをとってもそんなにフラット具合が変わらないんじゃないかなと、光害かぶり具合とかも。でグラデーションマスクを作れば、あとは明るさ調整のフラット補正でできるんじゃないかなという感じなんですけど、でこれ撮るときにですね、まあ、このファイル、撮影した時のファイルなんですけど、47枚あって、で最初にこれ撮ってるんですよ、フラット画像を、まあ、位置ずらしフラット画像をっていうのが、最後に撮ろうと思っても曇ってしまうと撮れなくなっちゃうので、最初のうちに撮っておくというのが大事かなと思います。それでは画像処理をしていこうと思います。まずですね、まあフラット画像を処理しましょうかね。これローファイルですんで、フィルターホットピクセルを先に除去しておきます。あんまりないですけど。でカラー化して、で画像をソフトビニングで、画像処理を軽くするためにちっちゃくして10分の1の画像をサイズにして、ミニマムフィルターで、微光性を消して、これで TIFF で保存します。ちょっとレタッチソフトに行きますん でコーレルペイントショップでレタッチソフトで開きました。でクローンツールを使って、この辺のですね、残った構成をちょっと消していこうかなと思います。でこのぐらいの大きさにして、こう、まあ、ちょっと黒っぽくなったら違和感ないように処理って感じですけど、あと30ぐらいにして、この辺のセンサーゴミの跡もですね、これでクローンで消しておいて、こういう構成も消しておいて、消してこの近くでですね、構成の近くでやると消えやすいですね。この辺もちょっと残ってますんで、あ、こうかな。これで、保存してですね、またステラーイメージに戻りたいと思います。はい、ステラーイメージに戻ってきました。で今度はですね、フィルターぼかし、ガウスぼかしですね、まあ、今回15ぐらいでかけてみますけど、まあ、これもいろいろ調整、あんまりやりすぎると形が変わっちゃうので、でぼかしたらですね、もう元の画像をサイズに戻します。この元画像のサイズを確認して、こちらに適用させてみたいな感じですね。これで同じサイズになりましたね、元画像と。でもって今度階調反転で、階調反転します。で今度は RGB 3色分解で、色を3つに分けます。それで今度レベル調整でデータのあるところまで切り詰めます。でこの時ですね、データのあるところまで切り詰めるんですけど、これをちょっとチェックして入れてる方が分かりやすいですね。対数スケールと P 光表示、これチェック入れてると分かりやすいです。これも機能がないソフトの場合は、まあ、大体でいいんでしょうけど、まあ、別にこれきちっとやらなくてもフラットはできると思うんですよ。意外となんかこの中途半端な状態でも僕やってたんで、ですんで、まあ、こういうピークを表示とか対数スケールとかないレベル調整のソフトでも問題ないと思うんで、やってみてください。で RGB の3色できました。で今度はこれを削除しておいて、元画像の方行きたいと思います。これはもう、これも簡単なんですけど、これレベル調整で同じようにレベル詰めるんですけど、今回の場合ちょっとこの RGB の最小値と最大値のホワイトバランスが結構合ってるんですけど、この場合はこのまままとめてこう詰めててもいいんですけど、これずれてる場合あるじゃないですか。ずれてる場合は同じように3色分解してからやればいいかなと思います。まあフラットもそうですけど、まあ、あんまり細かく考えなくてもいい気もしますけど、でこんな感じですね。でこれを全部の画像に同じように切り詰めていきます。これで RGB3 つできましたんで、ここからですねフラット補正をやっていこうと思います。まあフラット補正といっても明るさ調整、マスクフラット補正って感じですけども、じゃあまず R の方からちょっとやってみたいと思います。 R とこの R を使うって感じですね。フラットの R
でこの洗濯マスクで、フラットの R を選んで、で画像の明るさ、階調明るさで、まあ、明るくしていくという感じですね。これ徐々に徐々に上げていって、まあ、しっくりきそうなとこですね。やりすぎるとこう周辺が明るくなって周囲が暗くなるんで、どこかいいところですね。若干暗めでもいいかもしれないですけど、ちょっと暗いかな、隅が端っこがぐらいでもいいかもしれないですけど、これでちょっと70上げてみましたけど、これでちょっとレベル強調してどうなのかというところですね。でまあ多少光害の影響が少ないといえども、ある程度元画像と違う光害のかぶり方なんで、ちょっとやっぱり左右にずれてますけどね、これはちょっと後で調整します。まあ、こんな感じである程度大体ですね合わせていきます。ではこんな感じで RGB の3つができましたんで、これを合成していきたいと思います。で合成 RGB 合成で、でここに R、 赤には R、 緑には G、 青には B を選択すると、こんな感じで合成されましたんで、この合成されたのをオートストレッチとか、なんか適当なホワイトバランス、背景のないところで、静音のないところでホワイトバランスを合わせてみました。でこっからちょっと強調してみますけど、どんな感じになってるか、まあ一発で合うことはないでしょうから、まあこうちょっと緑っぽい、ちょっと外が緑っぽいですかね。まあ全体的に被ってますけど、マスクを選択して、ちょっと緑、グリーンが強い気がするんで、これグリーンでちょっと明るさを、ちょっと下げてみます。で、どうなのか。こんな感じですね。で、あとはちょっと横かぶりですよね。ちょっと色具合は合ってきたんで、フラット具合はここ問題なさそうじゃないですか。ちょっと明るいかな。まあ、とりあえず、この簡単にですね、ステラーイメージのこの機能を使ってもいいでしょうし、ここを見るとわかりやすいんですけど、こう全体的に RGB 全体で一遍にやっちゃいますけど、ちょっと被ってるんで、これでちょっともう一回確認してみて、まあ、だいぶ良くなったなというところですね。まあ、もし気になるようであれば、こう RGB 別に見てってもいいですね。R は合ってるぞ。あ、ちょっとグリーンが、ちょっとこういう感じのような気もしますけど、グリーンが、で B、 まあ大体良さそうなんですけど、これでもう一回強調してみますけど、でまあまあフラットが合ってるような感じですね。ちょっと青みがかってるんで、ちょっと青が合ってないかもしれないですね。こっちかな。ブルーを選んで、ちょっとブルーを下げてみようかな。でもって、オートストレッチしてみて、どうなるか。もうちょっと合わせ、もう諦めない、ここで諦めない、ちょっと青がちょっとだけずれてる気がするので、こうしておいてオートストレッチをかけてもう一回確認、
こうヒストグラムも綺麗になってきましたけど、あ、これでだいぶ色バランスも合いましたね。はい、あとは、まあ、2つを並べてみるとこんな感じですね。まあ、全然フラット補正になってると思う、できてると思うんですけど、まあ、あと細かい部分、まあ、このゴミとかも簡単に処理できるので、まあ、そのあたり概要欄に URL 貼っときますけど、一応処理しときましょうか。処理して比べましょうか。今センサーゴミの処理もしてみました。ここゴミがなくなってると思うんですけど、こんな感じですね。ちょっと外回りがグリーンっぽい気もするんで、ちょっとチャンネルパレットを出してですね、グリーン選んで、ちょっと外回りが明るい気がするんで少し下げてみます。でもう一回ですね、これでオートストレッチで、まあこの辺は最終的にやればいいと思うんですけどね、徐々に画像処理しながら強調するとよく分かるようになってくるんで、まあこんな感じですかね。まあまあフラットになってると思うんですけど、どうでしょう。で強調してちょっと比べてみましたけども、まあフラットできてるんじゃないでしょうか。まあ、あと微妙なですね、画像処理進んでいくと、こういう周辺ちょっと明るいとか、ちょっと青っぽいとか、いろいろあるんで、そういう場合はこのマスクを適用させて、その都度ちょこちょこっと明るさを調整すれば、ピタッと来るところが最終的にできてくると思うので、まあ、そんな形で処理を進ませていけばいいかなと思います。で、この記事も書いてありますんで、ブログの方の記事も、まあ、それ概要欄の方に URL 貼っときますんで、よかったらそちらもご覧ください。ありがとうございました。